こいつね。マーカス・ホロウェイ、時間を計って。遅い、もう入った。何者なんだ。世界を変える鍵になる男。デッドセックへようこそ。シターラよ。そしてこの子はジョッシュ。この変人がレンチ。女好きがホレーション。これで全員捕まえるのに時間がかかったな。 CTOS は巨大な蜘蛛の巣よ。際限なくデータをかき集める。奴らは個人情報の裏取引をしてるわ。これを阻止しないと。私たちは大規模な情報操作を受けてる。不正選挙、兵器運用システム、個人情報の収集。裏で糸を引くのはブルームの CTO デュシャン・ネメック。その全ての企業がブルームにデータを漏らすことに合意したのか。そんなの怪しいだろ。それほどのデータがブルームに集約してる世界最大の独占企業だ。最高レベルの不正システムだよ。教えてやろう。俺たちを本当に敵に回すとどうなるかを。紹介しよう。レイモンド・ケニーだ。お前の目の前にいるのはブルームの天敵だ。奴らには近づくな。私が責任を持つ。これこそまさに CTOS の本性だ。より良い世界を築くためには多少の犠牲はやむを得ないことだ。それがどれだけ最悪か分かんないのか。危険マーカス、聞きたまえ。誰もが仕組みに興味はない。機能すればいい。ナマステ。いい帽子だ。いいマスクだ。気が合うな。